伊沢修造さん、ありがとうございます。リブニアさん、中野さん、マンジュラモンスターさん、ありがとうございます。おはよう。オルフレさん、ありがとう。おはようございます。あ、昨日の夜してないから久しぶりだ。できなかった。キョンシーさん、イシケンマシンさん、ありがとう。皆さん、昨日の夜は何をしてたんですか？デブニアさん、ありがとう。平たくさん、ともるさん、レブニアさん、天使のヌグさん、ありがとう。昨日誕生日でした、涙目。あらまあ、もときさん、おめでとう。ときさん、ざんたくさん、こもちんさん、すけもんさん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。ときさん、おめでとう。みんながおめでとうって言ってる。おめでとう。暑い。チャータムさん、アマゼさん、ナッツミカンさん、ありがとう。今日は肉の日。ナナは？水漏れしないですよ、もう。おはよう。もう水漏れしなくなりましたよ。って言ってなかったか。今日も頑張りそう。頑張れ。言ってなかったか。ベッドの上で配信見てる。昨日ケース受け取りました。メッセージありがとう。あ、イエイ、やった。おはよう。課題のラストスパートに追い込まれてます。頑張れ。
しげさん、もときさんもやりますか。ひろしげさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ひろしげさん、おめでとう、当日じゃないけど、でもまあ朝、当日じゃないけど、昨日の夜配信は私ができなかったので、もときさんお誕生日、おめでとうございます。よ、よいしょ。もときさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。先生は当日という鉄の開けた葛藤する人、そう、普通にケチとかじゃなくて、それで断ってきた方々がいるから迷ってるだけです。そう、でもいつもは配信押してて先方にご都合が合わなかったりとか、あと昨日は朝も扇子持って行ってなかったから、私が タムさん、ありがとう。コモチンさん、ありがとう。あと35人でフォロワーさんが2万5000人に。すごい。大崎上島のカズさん、チャータムさん、バンジャラモンスターさん、ありがとう。なんだかすごく申し訳ない。いや、おめでとう。申し訳なくないですよ。きかぜさん、ちあたまさん、ギルスさん、ありがとう。ゆうくんさん、ありがとう。はよ。でしょ、明るくなった。お腹空いた、コンビニのおにぎり。でもお腹空いたな。お腹空いたとは思うけど、食べたいものはないかも。はよ。珍しく。
ずっと気になってた。なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだろう。あのバーみたいなやつあるじゃないですか。あれを買ったんですよ。で、じゃじゃん。キャラメルアーモンド&シーソルトっていう、これ広島で見たことないんですけど、美味しいって有名だったやつ。これ美味しいらしい。なんて言うんだろう、こういうの。うん、船の出航日だ。あ、そう、ちょっと高いやつ。3種類あって、本当は味がね。キャラメル、これはキャラメルアーモンド&シーソルトなんですけど、あとブラックチョコレート、ダークチョコレートアーモンド&シーソルトと、メイプル&ピーカンナッツ、メイプルピーカンナッツみたいなやつ&シーソルトみたいな。賞味期限切れてないよ、2021年だから。そう、でもその3つで迷って、本当はメイプルピーカンナッツ&シーソルトも買おうかなーってちょっと迷ったんですよ。でもまあ1個にしとこうって思って、でシーソルトっていうのがみんな最後についてるから、ソルトとくればもうその中だとキャラメルでしょって思って。あら、建町の電停近く。マジ広島で見たことないと思ったんですよね。そうだから、そうキャラメルにしたんですけど、全部美味しそう。でチョコと塩も美味しいよね。でもあのポテチにチョコついてたり、カッパエビセンにチョコついてたり、柿の種にチョコ柿の種だって柿の種にチョコついてたりするのめっちゃ好きですもん。あ、最近ポップコーン食べたいんだった。そう、ポップコーンが食べたかったんだ最近。忘れてたよ。何味の？キャラメル。キャラメルがいい。あとなんかメイクさんにオートミール美味しいよって教えていただいて、なんかそのメイクさんはなんあのね、お湯で浸してチンしておかゆみたいになるんですって。そしたらオートミールが、でそれにあのいろいろ何だったっけ、何入れてるって言ったっけ、明太子入れて食べたりとかして、明太子がゆみたいな、そうにしたらすごく美味しいよって教えてもらって、なんか腸が綺麗になるらしくて、オートミールっていいなって。お粥好きで明太子も最近食べたいんですよ。
だからめんたいこがゆいいなって思って、オートミールとは何か詳しく分かんない。オートミールが何か、そうそうそう、お湯入れてチンだけでおかゆみたいになるから手間もかからないのにご飯みたいなものができてみたいな、いいって言ってた。味がないと聞くのですか。そうそうそう、ね、グラノーラっぽいよね、チック腸をきれいにすると免疫力が上がるよ。だってオーツ麦、なんかそのメイクさんは硬いの、硬いままで食べるのがちょっと苦手で、でグラノーラ風にヨーグルトとかと混ぜても苦手で、一番美味しく食べれる食べ方がそのおかゆみたいな食べ方って言ってました。味が苦手って言ってた。歯は別に悪くなかったけど、食物繊維で内臓を痩せさせる。オートミール続かなかったんですよね僕。時代を先取ってるな。仕事いってらっしゃい。オートミール美味しくないって、あら、こってり系が好きな道にオートミールはなかなかの修行だと思う。なんで知っとん。はしごちゃんさん、ゆういちろうさん、ありがとう。いやでも明太子と一緒に食べたらほぼもう明太子の味でさ満たされるじゃん、幸せに。だからいいんだよ、多分いける私でも。へえ、オートミール食べたことない多分。なんかどこに売ってるんですかって言ったら、最近どこでも売ってるよみたいなこと言われたから見てみようかな。そんな話してたらお腹空いてきた。最近私は二の腕の筋トレにハマってます。二の腕のここにちょっとくぼみができちゃう。わかる？ここに筋肉とここに筋肉がついて、ここがちょっとくぼんでるんですけど、まだ全然。でも 2,3 日しかやってないけど二の腕重点的に。でもめっちゃ痩せた気がする。そう、みゆみゆみたいな腕になりたい。あの普通にかっこよくて好きなんですよね、みゆみゆみたいな。痩せましたよね。でもほら、ここのくぼみが今あるんですけど、そう、みゆみゆも筋肉って感じ、かっこいい。そう、全然腕に筋肉がないんですよ私。ここにでもついた。これは何筋ですか？
筋肉の本とか買おうかな。やっぱり筋肉ってかっこいいって思って。シックスパック目指してる？目指してる目指してる。コモチンさん、おでんでんでんデラックスさん、ありがとう。自分ほんまに腕に筋肉がなくて、腕の筋肉ついたらダンスがもっとキレキレになる気がする。でも痩せたな、ちょっとまだプルプルするわ。でも足ばっかりなったんですよね。まあでもそういうステップが多いダンスとかやってたらそうになるらしいよ。うん、うち鍛えたらすぐつきそう。そうなんよ、すぐつくんよ。そう、食事制限してない。うん、ふくらはぎフェチの前からしたらおみちのふくらはぎはかなりいいです。でも痩せたんですよ、ちょっと痩せてからってこと。最近も筋トレ、足パカしてるんですけど、最近はお尻を重点的にやってます。クレミアローナ、いやクレミを割りたいっていう目標はないけどね。モノタンってカッチカチなのかな。偉くないよ、キュイってなるためにね、ズボンをよく履くので。おもこいの男子の足はかなり綺麗に見えた。本当？身長158。俺は毎日クランプと足パカ。プランクじゃない？プとクが反対やない。うん。そうそうそう。ヒップは形が大事。そうそうそう、次の回では手を振るときに注目します。ブルブルするかってこと？二の腕？ゆきさん、キョンシーさん、ありがとう。力入れると硬くて普段はプルンプルンなのがいい筋肉。へぇー、 The new single is great. Thank you.160cm 欲しかった？いや別に、うん、
キャフェでパチュリ買いましたけど、マジ牧場だった。パチュリ買ったの？モテ女じゃん。サイアン可愛かったね。喋ったよ。ミチュイズスーパーマン&スーパーマンてかて。理想の理想、本当？いや、パチュリはモテ女なんだって。ミチが170あったら最強。高ない？170はさすがに高ない。清弘さん、ありがとう。ミチュイズスーパーマンやめてよ。身長差23センチ、多いやん。いやでも、158でもっと顔がちっちゃければよかったなと思いますね。気合いはやかないじゃん。どういうことよ。そしたらもっとさ、背高く見えるじゃん。いや、小さくないんですよ。そう、大きいの。ゴリゴリ。え、前葉ちゃんも180はいってないんじゃない？ 180 はいってないでしょ。160何本かな。実物は初見で顔小さい。まあね、姿勢が悪いんですよね。結構167、165、167。まあ前葉ちゃんまだ伸びてるからさ、もしかしたらもう伸びきるまでに180いってるかもしれん。びっくりするけど。学校で170の子いました。私の高校は、なんて言ったらいいの？普通科とか、体育科とか、いろんな科があって、その体育科が、バスケットボール、ちょっと強くて、多分。で、女の子、まあ、バスケット、部の日本代表でなんか海外行ったりしてる子がいて、めっちゃ高かった。その方はもう多分170あるんじゃないかって見えるぐらい。そうそうそう、180あるのかな。いや、ほんまにスタイルが良かった。そうそう、そうなんですよ。まあ、女子強かったかったか、強かったのかねえ。ジャンプで高くなっ、ちょっ
有利なのかな、高い方が。バスケいいよね。男子バスケは結構な大会にいっぱい出てたけど、女バスどうだっただろう。女子は何が強かったかな。あの今出てきそうだったのに何だったっけ。あ、柔道とか。でしたね。はーい。それでは壇上読もうかな。壇上読みます。13位あおさん、12位りょうすけさん、11位しけんましんさん、10位ちあためさん、9位あもずさん、8位セリアさん、7位ブルーさん、6位ももるんさん、5位ダダダダムドさん、4位キョンシーさん、3位こもちんさん、2位つぼゆうすけさん、そして1位はドルルルルジジャンゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はルル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 ッテン、助けてドラえもん。もうしょうがないな。はい、金属バット、ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ。せーの、エリエリオー。誰せ、だってそんなにやったことないもん。結構似てると思ったんですけどね。それではまたね、バイバーイ。